ナスル朝。イベリア半島最後のイスラム王朝である、この王朝はすでに半島南端を占めるだけの小国となっていたが、文化や芸術は最後の輝きを見せていた。画像は、イスラム特有のアラベスクに彩られたアルハンブラ宮殿の2姉妹の間。国史病の大流行。東方から流入したこの病気により、地中海からヨーロッパではのきなみ人口が減少した。 画像は、国死病の犠牲者を運び出すフランドル地方のトゥルネーへの、人々。百年戦争の始まり。クレシーの戦いでは、エドワード三世率いるイングランド軍に、フランス軍が大敗を喫した。画像はこの戦いを描いたジャンフロワサールの、年代記者本の差し絵。ユダヤ人迫害。中世末期の不穏な情勢の中で、スケープゴートとして標的にされたのが、 ユダヤ人であった。画像は15世紀にまとめられた、ニュルンベルク年代記の木版挿絵で、1338年に起きた、バイエルン地方のデッゲンドルフでの、性持ち冒徳の罪により、生きながら、火破りにされた、ユダヤ人たちが描かれている。カルマル同盟。デンマーク摂政マルグレーテ一世が、デンマークノルウェースウェーデンの三国を統合した。 画像は、ロスキレ大聖堂に安置された、マルグレーテの石棺。皇帝ハインリヒ七世を選出する七選定校。神聖ローマ帝国では、諸皇の文言下が強く選定校を味方につけることで、帝権は維持された。やがてこの選出方法は、金印直書で法制化されることになる。スイスの自立。13世紀末に成立した。 原初同盟は14世紀には、ハプスブルク家との戦いに勝利し、自立への道を踏み固めていった。画像は1315年のモルガルテンの戦いを描いたもの。教皇のバビロン補修。フランス王フィリップ4世の圧力で、教皇クレメンス5世はアビニョンに移された。画像はアビニョン教皇宮殿の正面入り口。ダンテとベアトリーチェ。 ダンテは、地獄、煉獄、天国を回る壮大な、新曲を書いた詩人。画像は19世紀のヘンリー・ホリデーによるもの。中世都市シエナ。この街は、国死病の被害の影響が大きかったため景観が変化せず、中世都市の面影を強く残した街となっている。画像は、アンブロージョ・ロレンツェッティによるシエナのプブリコ宮殿宮塔の、 間の壁が、前世の効果ミラノ大聖堂。1386年から、ミラノコージャンガレアッツォビスコンティの命により、北方の建築職人も招いて、イタリアには、珍しい多数の戦闘アーチをそびえさせる、ゴシック様式で建設が始まった。完成は500年後の1813年のことになるが、ミラノのドゥオモの名で親しまれている。 セルビア人の帝国。ネマニッチ・朝のステファン・ウロシュ4世・ドゥシャンは、東ローマ帝国を抑え、バルカン最強の国家を樹立した。画像は、ウロシュ4世により創建された、コソボのデチャニ修道院にある、ネマニッチ一族の系譜を描いたフレスコが、落日の東ローマ帝国。周辺諸国に圧迫されるとともに定位をめぐる、内乱でこの国は、 バルカンの小国家に転落した。画像は1351年のヘシュカスモス論争に、ついての教会会議を招集する皇帝ヨハネス六世、カンタクゼノス。クリコボの戦い。モスクワ大公、トミートリー・ドンスコイ率いるルーシ諸公連合軍が、ママイ率いるジョチウルス軍に対象した。この勝利は、タタールの首輝きからロシアが自立する、第一歩となった。 画像は17世紀に描かれた挿絵。ヨーロッパ最後の異教大国リトアニア。東西領協会に挟まれたリトアニアでは、古来の信仰を堅持した大公、ゲディミナスが均衡を保って、統治を行っていた。画像は、とビリニュスを建設するゲディミナスを描いた、歴史が。アステカ帝国の勃興アステカ人は、ウィツロポチトリーの信託に従い、 蛇を加えた和紙が、サボテンに泊まった地を探し当て、テスコココを感覚し、とてのチティトランを築いた。画像はその様子が描かれた16世紀の面倒さ写本。チム王国。モチェ文化の流れを組み、インカ帝国に先立って、ペルー北部の沿岸地帯を支配した王国で、金属加工に優れていた。画像は、チム王国で用いられた、装飾用の金製品。 後代五天皇。鎌倉幕府を滅ぼし剣務の申請を行ったが、政権崩壊後には逃れて吉野に難聴を立てた。画像は、成城三寺諸像の肖像画。騎馬武者像。創発で抜き身の太刀を肩にかけた、合戦後の武士を描いた作品として知られ、長らく足利高氏を描いたものとされていたが、近年は、河露直や、 他の人物の説も上がっている。京都国立博物館の所蔵で重要文化財ともなっている。足利義満、室町幕府三大将軍で南北朝の統一を行い、将軍医を息子義持に譲ってからも、発体で実際の政治を握っていた。画像は、録音寺所蔵の肖像画。能楽の体制。当時猿楽と呼ばれた、この芸能は、 関アミ、ゼアミの親子二代の下で発展した。特にゼアミは二条、吉本や足利義光の庇護を受け洗練された、芸風を極めた。画像は、現在の能舞台での様子。グレート、ジンバブエ遺跡。サビ川上流のジンバブエ高原に作られた、石像遺跡で、ジンバブエとは、諸名語で、石の家を意味する。イスラムや中国の下。 明治代の陶磁器が出土することでも知られる。画像は遺跡を取り囲む、大河湖遺跡の前景写真。西アフリカのマリ王国のオーマンサムーサ。イスラム教徒として、メッカに巡礼に向かう旅路で黄金を惜しみなく使った、逸話で知られる。マリーン長のフェス。ムアヒド町に代わり、マグリブを制圧したマリーン長は、マラケシュからフェスに塔を移した。画像は、 スルタンのアブーイナーン・ファーリスによって建てられた学院のブイナーニー・アマドラサのミナレット。西王・ルイのアライライバン。フランス歴代国王が実際に用いたアライライバンだが、西王・ルイの時代より正確には半世紀ほど後のもので、マムルーク朝時代のエジプト、またはシリアで作られたイスラム工芸を代表する名品。現在はルーブル美術館が所蔵している。 オスマン朝の拡大。昭和ジアから起こったオスマン朝は、バヤジット一世の時代までに、バルカン諸国を侵入させ、ニコポリスの戦いでは、キリスト教と連合軍に対象を収めた。画像は、トップカップ宮殿博物館所蔵の細密画に描かれた、ニコポリスの戦い。歴史家ラシード・ドディン。その当時の知られていた世界の歴史を、終始としてまとめ上げた。 画像は、彼が使えた、イルハン国のクシュガザンとオルジェイトの兄弟を描いた、修士の挿絵。歴史家、イブンハルドゥーン。北アフリカから、イベリア半島そして、エジプトからシリアを遍歴し、政治家として活躍する一方で、連帯意識を軸とする変典極まりない社会や、経済の考察から歴史学の構築に取り組んだ。画像は、故郷チュニスに建てられた銅像。 草原の英雄、ティムール。モンゴル帝国の分裂後の中央アジア、西アジアはティムールによって統一された。画像は1370年のバルフ法囲戦にを描いた、ホーン・ダミール、正常縁の16世紀の写本の挿絵。アラウディン・ハルジー。ハルジー朝の君主として、モンゴルを撃退し、南インドのヒンドゥー教国家を次々と服属させた。 その当地は冷徹だが過断な人物であった。画像はメトロポリタン美術館にあるサシ絵の肖像画。ワランガルの落日。14世紀前半のハルジー朝とトゥグルク朝の南西はインド南部のヒンドゥー教国家を圧倒した。カーカティーヤ朝もその一つで繁栄を誇ったとワランガルは制圧され廃墟となった。画像はワランガル門、カーカティーヤから ドラナムとワランガルの要塞跡ビジャヤナガル王国の交流。14世紀の半ばまでにこの王国の発展の下南インドのヒンドゥー教は活気を取り戻した。画像はそのとビジャヤナガルのビルーパーク社ンチベット仏教の改革者、ソンカパ。後期粛清に努めサド密教を退けて、現在のダライラマに連なるゲルク派を体制した。原曲。 元時代の中国では、歌曲の一種である雑劇が盛んになり、この時代の名を取って、原曲と呼ばれた。画像は、大定元年に描かれた山西省広史堂兼、広勝次水人病、冥王,王伝の雑劇図。超毛布。中国絵画に新風を吹き込み元松四大家の先駆者となった。 超毛布だったが、総長の末裔であるにもかかわらず、異民族の元朝に仕えたことは、批判を浴びた。画像は、超毛布、欲場図の一部。聖火の誕生。元朝後期に、西アジア産のコバルト顔料を用いて白紙に文様を描く聖火の技法が開発された。画像はこの世紀に作られた、聖火業も分壺。明の後武帝、主現象。 モンゴル人の元朝を北方に追いやり、漢民族の王朝を復興した。画像は、コーブミカドの肖像画。14世紀は、西暦1301年から西暦1400年までの100年間を、指す世紀。14世紀のユーラシア大陸では、東アジアに発し、中央アジアを経て、ヨーロッパにまで達したペストの大流行が起き、 また19世紀半ばまで続くことになる商標期がいよいよ本格化して寒冷化により農耕牧畜への大きな被害が出たため人口が大きく減少した。さらにパクスモンゴリ化による交易の広範な活性化により在下の過剰流動性の制御が困難となりまた当時のユーラシア大陸全体に保有されていた銀の総量に従属する決済能力を超えて 交易が拡大した結果全世界的に経済活動が急激に縮小したこのことにより歴史は新たな層へと向かうヨーロッパではペストにより人口が大きく減少した後イタリアルネサンスにより新しい時代へと大きく転換した13世紀にユーラシア大陸を覆っていたモンゴル帝国は弱体化しアジア各地に 明朝やティムール朝など、モンゴル帝国の体制の影響を受けながらも、地域的な新しい国家が誕生。モンゴル帝国の皇帝直轄政権たる、大元ウルスは、中央政府の権力闘争による、混乱の下中国本土の内乱の中から台頭した、明朝の脅威から逃れるため、大東捨て北部モンゴル高原へ退去した。一方、13世紀末に成立した、 オスマン帝国も勢力を拡大した。これらの中規模帝国は、モンゴル帝国の統治下で普及した黒色火薬を用いた火砲を、軍政の中核に据えることで戦術の大規模な変貌をきたして軍隊が急激に膨張。この巨大化した軍隊を扱う戦略の再編を経て、やがて歴史学で火薬帝国と呼ばれる国家体制を成立させることとなる。 ベストの大流行性格な統計はないが、全世界でおよそ8,500万人、当時のヨーロッパ人口の3分の1から3分の2に当たる約2,000万から3,000万人が死亡したと推定されている。ヨーロッパの社会、特に濃度不足が続いていた、消炎性に大きな影響を及ぼした。モンゴル帝国の支配下で、ユーラシア大陸の東西を結ぶ交易が、 盛んになり、病原体の拡散の障壁が失われたことが、この大流行の背景にあると考えられている。14世紀の日本は、時代区分上では中世、鎌倉時代後期から、室町時代の初期にあたる。鎌倉時代二度にわたる原稿を撃退し、特創権力を強めた鎌倉法上政権であったが、武士たちに募る恩賞の不満や、特性霊の発布。 下月騒動、平前門の乱などによる政治的混乱で政権への不満を招いていた。南北朝時代、室町時代、五代醐天皇の倒幕運動に足利高氏、新田義定ら有力御家人が参入した結果、鎌倉幕府は滅亡し、五代醐天皇は、兼務の申請と呼ばれる天皇申請を開始する。申請は、天皇が、 中華皇帝的な先制統治を行う方向性を施行しており、唐突な改革による混乱と温床のあり方などが、武士のみならず公家の不満を招き、離反した高氏が京都に室町幕府を開いて、北朝を建て、吉野に逃れた五代醐天皇の南朝と対立する。その後南朝の勢力は衰亡するが、高氏と弟忠義が対立する内紛が起き、南朝は、 混乱に乗じて、息を吹き返す。幕府内部での政治構想は三大将軍、足利義満の時代まで続き、構想により有力守護大名が、南朝に走るといった状態が繰り返される。今川貞代,代が九州へ派遣されて、平定を完了すると、室町幕府の権力は確立され、1392年に、義満により、 南北朝の合一が行われる。これより、前の1379年には、室町幕府の政治事件、攻略の政変も起こっており、以後義満は1391年に、明徳の乱、1399年に、王英の乱を、自らの主導により誘発して、対抗勢力を駆逐し、やがて天皇の権威に迫る、将軍権力を確立する。 近隣諸国との関係、琉球の情勢原稿により、日本と元朝の公式の通称は途絶えたが、天竜寺船などの自社造営資金の調達のための貿易船の派遣や留学像の虎井など、ある程度の交流は続いていた。14世紀の東アジアには和光と呼ばれる海上勢力が活動しており、 中国で1368年に成立した明王朝では日本に和光鎮圧を求めており、この頃九州に拡挙していた南朝勢力である金長親王は明の施設を迎えて作法を受ける。15世紀に入って足利義満が作法を受け直して日本国王となり大陸との交流は絶頂を迎える。一方、当時の朝鮮半島でも 和光生伐が行われており、その過程で名声を得た、李政景が、高麗王朝を倒し、李氏朝鮮が成立する。琉球では中山、南山、北山の宮間時代を迎えて、いずれも明王朝に長考し、高麗にも、施設を送っていた。宮間の内中山が勢力を拡大し、15世紀に、琉球王国の成立に至る。 ローマ教皇フランスフランドルイタリア神聖ローマ、帝国イングランドスコットランド東ローマ帝国、東欧北欧イベリア半島元、名チベット高来、朝鮮駐釈出展。ありがとうございます。